今ね、どこにいるかというと、ポーランドの首都のクラクフに、ことのクラクフにいます。クラクフに関しては欧州で最大のゲットがあったと言われている場所です。そして今ここがゲットに今いるところです。一応今もユダヤ人コミュニティがありまして、シナゴークがあって、一応このクラクフとか周辺に住んでるユダヤ人の、コミュニティのマップとなっています。以前に比べたらもちろん減って、他にいろいろ散らばってたりイスラエルに戻ったりしてるんですけど、その中でユダヤ人の居住区ということでシナゴークがあったりとかね、あとユダヤの教会があったり、中心ということでね、まあこういう形でなって昔からずっとある建物ですけどね、こういう感じですけど、まあこういう方お店があります。でこの辺り周辺でね撮るといい、食事したりするといいかもしれません。でここ見るとバー生さとかいろいろありますけど、そこのところ全部お店になってるんですね。でここで何か飲み物買ったり食べ物として食べ物買ってみていいかなって感じがします。何のサーフィーシーンだろう、映画でも自分で作ってるんだ。でこういう感じで、お店あります。ただここでちょっと軽食でねケバブなんかもありますし、食べて買って食べてみるのもいいかもしれませんね。なんかお腹すいて何か買おうかな。17チップスケバブ、でこっちに行くとこういうのになってます。お土産屋さんありますね。こういう感じです。ベスト町として作られました、まあ、かつてはユダヤというのは、まあ、世界ヨーロッパ各地に散らばっていたわけですけどね、その中にまあ住み分けという形でユダヤ人居住区が作られて、ユダヤ人居住区に住んでいました。いわゆる他の地区には住めなかったんです。まあ、若干やっぱりそうやってユダヤのキリスト教に対しての姿勢であるとか、まあ、いろんなところがねやっぱりあんまりよく思われていなかったという実情で住み分けということでやられていたわけですけど、まあ、その中でまあ欧州最大のゲット、で今いるのがポーランド最後のユダヤ教会スタラシナゴーグですね。時間が大体5時とか日によって2時とかぐらいまで閉まっちゃうんですけど、上に中入っていても見ていただければと思うんですけど、で、こういう感じで、ね、こっち側に結構いろいろあります。でレストランがそこらに結構あるんですけどさ、とこの間レストランがそこで食べたんですよ。でこういう形でレストランがなってそこでこの間食べたんです。レストランもいいですよ。ユダヤ人居住区にあるゲットにある、レストランってここで前に食べたんだけどね、 AWIW ということで、この辺り全部お店がなかなかいい感じです。でこう見ていくと、まあ、これがカートですね。カートに関してはもちろん有料で、です。でこれサイクリングのツアーになります。でタクシーも止まってますね、結構ね。で前見るとイスラエルのレストランバーというレストランバーです。ハムス、ハプルス、ハムス。
Ja będę pierwsza. Ja zobaczę. Tak? Ja to nie wiem.